はい、皆さんこんにちは、ワナリングルビッシュです。では今回の信長の野望天下創生パープキットの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、信長に抗う才華を攻めてこれを切り取りました。で今回はですね、まず第一目標としては本願寺、ここの攻略をした後は朝倉攻めへと移行し、能登に救う本願寺の残党も勝っていくということをやっていきたいなというふうに思います。まずはそのために本願寺に兵を進めていきましょう。本当に全然商人が来ないんだよね。商人さえ来てくれればっていうところなんですけど、武具をね一気に集めたいんだけど、まあさすがに災害には鉄砲がそれなりに数入ってるね。軍馬が後押しいんだよね。軍馬がそれなりに欲しいんだけど、軍馬がないよね。集めても1000そこそこだもんな。ではまずは早速軍を起こしましょう。本願寺攻めですね。戦闘としてはどうだ、宇治里をはじめ、まあ半兵衛に鉄砲も出せますか。ちょっと鉄砲の数が足りないんだったらやっぱ長槍かで、宇治里、左近、まあ左近あたりにはできればね、それこそ持たせたいんだけどね。馬を持たせたいがないのでこれで出陣しましょう。まあ、ごぼうをいかに切り取れるかっていうのはね。あ、数は少ないな。となると敵が撃って出てくるかどうかだけだね。あとはとりあえず軍を進めましょう。目前までは、いや待て、目前まで進めても失うだけだな。鉄砲火事あたりで焼き打ちして一旦敵が寄ってくるのを待ちますか。出てきたな。これを早々に、ライレンだ、ライレンは早々に打ち取ろう。ライレン取れればでかいよ。本当にそうはいかないか。ライレン取れればでかかったけどね。まあ鉄条門叩いてまずは一つ二つと矢倉を取っていきますか。誰が壊滅した、早いな。庭長秀だ。いやさすがに鉄条門は硬いね。ライデン本当に強いわ。
さあ一気に型をつけるには鉄条網を破壊しちゃおう。任せくだされ。松永久秀は一度兵を引こう。鉄条門硬いな。矢倉1個落とすか先に。さあ士気を回復したら再び城門を破っていこう。見ているよ。任せくだされ。よし取ったね。本願寺は取りましたね。いやー時間かかったけどなんとか取れましたね。じゃあ早速配属していこう。ま、石山ごぼう誰に任せるかという話なんで、そうだな、ある程度信用できる人間をやっぱり置く必要はあるんだけど、かといって武将をそんなに豊富にいるわけじゃないからね。まあ、カズマスあたりを置く。まあ、あとはやっぱり安土から立つしかないか。太田、高原、あとは勝本、夏鎌斎家、まあ、このあたりの官僚も入れておけば、おっと大丈夫でしょう。比叡山の話だね。またここはじゃあちょっと見ていきます。さてそしたらまずは早々に馬が欲しいんだけど、未だにまだ来ないんだよね。どうなってんのっていうところではあるんですが、まあじゃあ一旦ここは投資でもしておきますか。やることがないので、金も使いたくないからね。できるだけ来たるべき
商人がやってきた時のために、まあ破壊したり引き抜き工作したりしてもいいんだけど、とりあえず朝倉を攻めますか。そしたら冬になる前に一条谷を攻めたいですね。お、比叡山の焼き打ちだな。さてと、比叡山の焼き討ちはしたんですが、肝心の商人が来ないね。とはいえ手をこまねいてるわけにはいかないので、まずは竹部山に兵を進めましょう。完全に朝倉との合戦に入りましたね。さすがよ朝倉勢。まずは敵の城の作りを確認する。ここに城門だね。うん、そんなに城自体は固くはないので、まあ兵をちょっと進めましょう。まあ、焼き打ちでもしてのんびりと敵が撃って出てくるのを待ちます。でしびれを切らして敵が出てきたら、それを叩きながら前進。これを撃破ですね。さあ早速出てきたぞ。まあ、足の遅い鉄砲隊から叩くのが定石だな、普通に考えれば。下げよう。だいぶ削られてるんで。なかなかに強力だな。
ほぼ取り逃したな。まあしょうがないね。誰が壊滅？秀吉隊が壊滅か。押し出せ！進め！押し出せ！行くぞ！進め！久秀はどこにいる？久秀はどこにいるんだ。さてここはもう一進一退って感じになるな。焼き打ちでもして、敵にダメージを与えて引き上げますか。と思ったらまた出てくるね。そしたら一旦引いて十分に引き寄せましょう敵を。めちゃくちゃ士気が低いな。どうしたものか。まず敵の部隊を壊滅させよう。そっからだな。よし、これで士気が上がればと思ったけど改装する。全員改装だね。なかなかやるな朝倉。やっぱり足の速い軍馬が欲しいよな敵に。何？ここでさらに徳川軍が攻めてくるか。森吉成、信兼も出しましょう。朝倉とどう戦うかは結構重要だけど、もう冬になったんで春になるまでは兵を出せないな。それにしても全くって言ったらいいほど全然来ないね。肝心の商人さんが。でもしていきますか。やることがないのでね。そしたらちょっとね固まりつつあるので、今回ちょっと短いんですが、一旦じゃあここまでにさせていただいてですね、次回さらにこの続き、まあ、朝倉攻め、あとは能登にこもる本願寺残土セル、この辺りを攻略していきたいなというふうに思いますので、ぜひぜひ続きも応援よろしくお願いいたします。
はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。